賑やかなリーウェ港と比べ、ここは静かだ。のどかだが、それでも祭りの雰囲気に包まれている。ここに来る途中、村のお年寄りが食事の準備をしたり、子供たちが小刀の編み方を習ったりしている姿を見た。懐かしいな。リーウェ設立当初の風景に似ている。あの時代、大人たちは皆戦や建設作業で忙しくしていた。年寄りと子供は互いに支え合い、質素で穏やかな生活を送っていた。確かに苦労したが、リーウェ人の考え方には前向きな思想が根付いている。どんなに日々が苦しかろうと、前へと進む足を止めることはない。古き時代に警察層は水地に侵された。それが沈められてからすでに数千年も経っている。その数千年もの間に、人々は家屋を建て、農業に勤しんできた。長い年月をかけ、ようやく今日のような姿になったのだ。水地は死後、その身を岩と川に変えた。その伝説を俺も耳にしたことがある。ロマンある伝説だ。だが、事実は異なる。雄大な岩は千代にわたってそびえ立ち、清らかな泉は万代にわたって流れる。人々がこの土地で生活できるのは、彼ら自身の勤勉な働きのおかげだ。緑と水に囲まれたこの渓作層は、稀に見る美しさと静けさを持った場所だ。そういえば、渓作層の住民から新鮮なタケノコをもらった。リーウェ港へ戻ったら、これを使って旬の料理を作れるな。この季節のタケノコも稀に見る良いものだ。